家族の思い出はDガに保存。こんにちは、レジェンド松下です。パパママの皆さん、子供の写真撮ってますよね。撮りすぎてスマホの容量がすぐなくなっちゃう。ハードディスクに保存したけど急に壊れちゃった。実家のね、両親にも見せてあげたくても残念ながら送りづらい。こういうことありますよね。そんなお悩みを一気に解決するのがこのパナソニックのDガなんです。Dガはただのレコーダーじゃありません。家族の大切な思い出を保存して残せるんです。さあ、どこでもDガアプリを使ってたくさん撮った子供の写真を選んで保存。これでDガの中に保存完了なんですね。さあ、もちろんスマホだけじゃなくて、こういうカメラやビデオカメラ、ペットカメラの写真や動画もDガにつないで保存することができるんですね。保存した写真や動画はスマホはもちろんなんですけど、テレビの大画面でも見ることができちゃうんです。さあ、Dガに取り込んだ写真や動画はこうやってね、ブルーレイディスクをDガにセットするだけで手間なく簡単にディスクに保存もできるので、大切な思い出が消えちゃうなんて心配もありません。さらにね、こんな風にオリジナルのデジタルアルバムもできちゃうんです。そしてここでおすすめなのが、オンライン規制がこのDガがあればなんとできちゃうんですね。Dガでできるオンライン規制は簡単4ステップ。いくわよ。ステップ1、スマホで写真や動画を撮る。ステップ2、実家のDガに送信。ステップ3、実家のDガが受信をお知らせ。ステップ4、子供たちの写真を見て両親大喜び。さらに写真を見てくれた通知が入ります。選んでいただいたらボタンを押すだけ。ほら、簡単じゃないですか。この大きい画面にお孫さんのこの笑顔の写真、たまりませんよね。さあ、今ね、年配の方もスマホをお持ちの方が増えてきてますよね。もしご両親がスマホをお持ちなら、ご自宅のDガに食べた写真をご両親のスマホで見てもらうこともできちゃうんですね。これもね、簡単3ステップです。ステップ1、スマホで写真や動画を撮る。ステップ2、いつものように自宅のDガに保存。ステップ3、親はいつでも好きな時にスマホから見られる大喜び。離れてね、住んでいるご両親にも毎日いつでも子供の成長を共有できるって、これ素敵な親孝行じゃないですか。Dガに保存できるのは写真や動画だけじゃありません。音楽もなんです。今はサブスクの音楽配信サービスも人気なんですけど、 CD 世代の方はやっぱりね、お家にたくさんこういう CD ありますよね。でも CD をゆっくり聴くっていう時間ってのもね、なかなかないんじゃないでしょうか。そんな時にお持ちの CD を丸ごとDガに保存すれば、 CD プレイヤーがないお部屋でもテレビで高音質に、もちろんスマホのアプリでもいつでも聞くことができるようになります。こんな便利なレコーダー他にはないですよ。番組を録画するだけじゃもったいない、いろいろ使えるレコーダー、買うならパナソニックのDガがおすすめです。詳しくはこちらもチェック。